風とものりは、元松から、民発の軍人、三の人、主元将に仕えて、名建国の後進となった。祖先は、宿州に住んでいたが、後に、三へ移り住んだ。竜福通の配下の力機に従い、駅州に入った。力機が破れ、名玉鎮に従った。名玉鎮は、風とものりを重く用いなかったため、武将へ向かい、鎮と無料に従った。 市政二十一年八月、主元章が公衆を攻め、章子山に至った。風と則は、手広四郎と共に章子山を守っていた。手広四郎と共に軍を率いて、主元章に振った。主元章は、風と則と話し、彼を珍しい人物と思い、将として用いることにした。市政二十三年三月、上る春に従い、 安豊を救援し、露州を攻略。7月、陽子の戦いに参加し、京戦で、陳友良軍の戦法を破った。いくつかの戦勝を負ったが、昼まずに戦った。諸将と共に、経営口で副兵として戦い、陳友良を戦死させた。死政24年2月、武将を攻めた。武将城の東南にある高換無山は、城中の様子を見ることができた。 敵軍がこの山を占拠していた。諸将は交換無理山の敵軍が煩わしく思った。風とももりは、数百人を引き、一気に交換無理山を奪ってしまった。流れ屋が頬を貫いても気にせず戦った。武将を攻略し、オスブエシ式士を授けられた。7月、ジョトールに従い、路州を攻略した。別の武将を派遣し、医療、公衆、 上洋を攻略した。安陸を攻めて9つの傷を負うも、敵を破り、人領を捕らえた。死生25年10月、大軍を率いて、純東を攻めた。長島ことの援軍を、馬ら湖で破り、軍戦数千を得た。元の将の竹邸を、安豊で破った。陸集むとともに、助手を守った。死生27年2月、ここてむるが、佐上の理にを使わし、 女主を攻めてきた。風と守りは、味方が貨幣であるので、城を固く守って戦わなかった。敵軍は両子村に駐屯し、周囲の略奪を始めた。その間に三千の兵に川を遡らせ、路領に至った。路領から進軍し、敵軍を攻撃した。李には、武将の貫乏に迎撃を命じた。 風とモノリは策を振るって、武将の艦押を打ち取り、敵軍を破った。再び、リニが攻めてきて、風とモノリは城を出て、城外にジムを張った。兵に武器を持って伏せておき、戦香を聞いたらすぐに起き上がって、攻撃するように命令した。リニが戦場に至ると戦香を鳴らし、兵士は素早く起き上がり、敵軍の前方に攻撃した。敵軍は壊滅し、 多くの歴史者を出した。リニを捕らえ、将兵二百余、馬五百を得た。王天に帰還し、公愛交渉三地政治に進んだ。その際、主元昌は、古水を奏でさせ屋敷まで帰らせた。死生二十七年十月、女トールに従い、北伐に参加した。女トールに対し、菅の皇祖が皇吾と戦っている最中、三刀で、法越が、 幸運軍の即敗を襲った。今度の戦いは、三島の平定から始めるべきだと言った。十一月、義州、青州を攻略した。十二月、雷明を攻略した。元の上州のなり即が、援軍にやってきたので、風とものりは、騎兵で敵を誘引し、副兵で敵軍を破った。後武元年二月、東省を攻略。三月に張り、四月に、 落葉を攻略し、各地の山菜を占拠した。副昌祭を攻略した際、元の右上の判目録を下した。5月、下毛青祭、黒山菜を攻略した。7月、とかして、摂津とと共に、栄明、聖徳を攻略し、臨機吉にいたり、捕らえていた元の武将の利宝新、都寺の長所ころ一を道案内として用いた。陸路で、特集。 宗州を攻略した。8月、元の首都の大都はすでに攻略されたが、さらに北方の様子を調べるために、風と物理は、露光橋を守った。大道を攻略した後、9月に補定正田名へ戻り、帝州を守った。12月、三世を攻め、大元を攻略した。ここテムルが自ら大軍を率いて攻めてきた。風と物理は五十騎を率いて、 ココテムルの陣営に野衆を仕掛けた。ココテムル軍は逃げ出し、土門関まで追撃した。その結果、多くの捕虜や軍馬を得た。雪剣と共に、合相鉄を、石州で破った。後部2年1月、一日州の守りについた。3月、大鳥州を攻略し、四季の長能に守りを任せた。5月、ジョトールと合流して喜び日の東側を包囲した。 7月、ジョトール、ヒョウ・マサルと協議し、セツ・ケンと共に、霊州に駐屯して、援軍を断ったため、喜び日を攻略することができた。が、相鉄が六番山に逃れたことを知った、ジョトールは、古事、セツ・ケンと共に追撃を命じた。12月、帰還し、恩賞として、白金分岐を賜った。後部3年4月、ジョトールに従い、ココテムルを破った。5月、 前方として、夏に向かい、略洋艦を奪った。さらに、艦中を攻略した。しかし、後続が続かず、西安へ帰還した。7月、夏の武将の後友人が艦中へ攻め込んだ。風とものりは三千機を率いて、救援に駆けつけ、野州で、奇相関、と三歳、門三歳を攻めた。命令して兵士に銃のかかり火を持たせ、 山城で布を燃やさせた。これを見た敵軍は驚き、逃走した。11月、論考により、開国タスクウン水誠戦力武神を授けられ、栄ろく大部、柱国、同地大都督富士となり、英戦港に封ぜられ、植六千五百国を賜った。後部四年一月、進むト前将軍として、西々将軍の湯和と分同して夏討伐に向かった。を、 副将の五福らを従えて、旗衆、老政方面から出撃した。主元将は、敵の精鋭は東側に集中している。敵は、金流で、我が軍を阻むだろう。そこで不意をついて、回衆、文衆をつけば、敵は自戒するだろう。兵は、神速を尊ぶという、機会を逃してはならないと悟した。三月、風ともよは諸軍を結集して、 金牛を攻めると噂を流した。そして、五千の精鋭軍を前方とし、本軍はそれに続いて、密かに、鎮魂から昼夜問わず進軍した。4月に、首相の低予鎮を破り、武将18人を捕らえ、海舟を攻略した。白流港の橋が、敵軍により落とされていたので、橋を修復して進軍した。五里関に至り、低予鎮は兵を集め、 抵抗の構えを取った。王教祖が飛び石に当たって戦死すると、風と物理は大いに起こり、激しい攻撃を加えた。帝予鎮は、数機で敗走し、文州を攻略した。聖州、カビを攻略し、四季の反田氏を守りにつかせた。コアブラ、諦めの二剣を攻略し、白水湖を渡り、金州へ向かった。精鋭を選び、 トトク戦時のアクアマリンに引きさせて、野州を仕掛けた。金州の首相の高大ト領ルは驚き、軍は混乱した。風とものりもこれに続いて攻撃した。にわかに大風が起こり、諸軍はこれに乗じて攻め立てたため、高大ト領ル軍は大敗して、関州へ敗走し、金州を攻略した。5月、関州攻略に向かった。この時、観光は増水して、とかは、 不可能だった。そこで軍船を軍船を作って、関州に立った。苦闘の遊軍を助けるため、削った木材に海州、文州、面州は占領されたと書いて、観光に投げ入れた。これを見た敵軍は散り散りになった。風とももりが、海州、文州を攻略したことを知った夏の上昇の体、久しは、関州へ、援軍に向かった。 城下で首相の広大通を破った後、敵の援軍が迫っていることを知った。民の首相は、援軍は、遠くからやってきている。広大通が破れたと知れば、四季は落ちてしまう。なんと、無能なことだと言った。言葉通り、援軍を迎え撃って対象した。6月、関州を攻略。広大通は、生徒に配送し、孤児を、 関州の守りにつかせた。文州が、帝与鎮によって陥落すると、風とものりは直ちに文州へ向かった。帝与鎮は逃走し、軍を再編して、旗州を攻めた。風とものりが救援に向かい、帝与鎮を破った。帝与鎮は敗走後、指導で部下に暗殺された。7月、新軍して、生徒を囲んだ。大久し、広大とオルラは城を出て、 造兵を使って戦った。風とものりは、郷土下記で迎え撃たせた。体に流れ矢を受けても退かず、将兵は死に物狂いで戦った。造が暴走し、敵軍は、多くの死者を出した。命へ登るは、降伏を決意し、対久氏はこれを聞いて、風とものりの軍門に降った。風とものりは、生徒に入場した。狩猟素と合流し、降伏に従わない。 順州を攻めた。高市慶州地州の伊丹義清と戦い、これを破り、伊丹義清を斬った。方眼の王慶下は不老を率いて降伏した。8月、州特攻と合流して、骨を攻略して、後友も人を捕らえた。これを王天に送り、夏を平定した。その後、骨の守りについた。夏平定後、主元庄は平ら植分として、旗に、 伝一領二との語を書き記した。主元省は夏討伐において、風とものりを、勲功第一、両久し中を、勲功第二とした。12月、期間後に、発二250両、綾ぎぬ丼二2票を賜った。後部5年1月、生成副将軍として、票を勝るに従い、3月、五千期を率いて、勢量で敵軍を破り、 追撃して、栄章に至った。栄章で、元の大尉の枝地ただともえを破り、馬、牛、羊を十万両を捕らえた。六月、総林山にいたり、兵馬猿と合流して、干宿を攻略し、元の不花を射殺し、元の大尉の鎖をサめジラを降伏させた。うりしサスにいたり、金銀や家畜に万を取って帰還した。この時、 民軍は三道に分かれて戦ったが、風と物には全てに勝利した。しかし、首相の兵勝るは賞を与えなかった。後部六年六月、元門を出て、前方として、元の兵将の東廃羅町牧師を捕らえた。後部八年二月、北平の守りに移った。職務によく精霊し、配下の者は全て従った。七月、王天府に召喚され、十月に、 大使の後部のために、慶山へ行った。都市六千国を賜った。後部九年一月、湯は、乱玉、王筆、帝玉と共に、延安の守りについた。七月、延安で白河町牧寺を破り、これを捕らえ、敵兵は降伏した。主元省の命で、国境周辺の巡航を行った。上閣、官僚を修繕し、兵を率いて、近築。 広志定所三歳を下した。後部十四年一月、元の兵将の野地不花が攻めてきたので、ジョトール・ユアと共に、これを撃った。四月、進む取り込み義阜将軍として、ジョトールに従い、甲賀を渡って北方へ向かい、灰山を襲って、元の兵将の灰ら不花らを捕らえ、数多くの敵兵を撃って、捕らえた。後部十四年九月、進む南将軍として、 進む南左副将軍のアクアマリン、進む南右副将軍のボクエイ、五福、宋信、王筆、金と毛置き、各栄、朝鮮、古海、陳関らを従え、三十万の大軍を率いて、雲南討伐へ向かった。古行に至り、都督の各栄、古海、陳関ら五万の軍を、栄安氏を経由してカラス山へ向かわせ、自らは、紀州へ進軍した。十二月、 アクアマリン、ボクエイを率いて、ヒロシテー、ヒロシアスを攻略し、内族や蛮族等を降伏させ、極安市へ向かった。これを知った、両王は、使と、兵将の達しさと朝に、精兵十万余を与え、極安市に駐屯させた。ボクエイは、我が軍は敵地深く侵攻し、兵士は恐怖心を未だに持っています。速やかに進軍すれば、 敵の不意をつくことになり、必ず勝つことができます。これこそ、奇襲により、勝ちを収める策ですと進言した。風とももりは、この進言を入れ、直ちに進軍を開始した。極安市に、あと数里に至った時、四方を大桐が追った。大桐の中、白石号を望む場所まで進軍した。達しさと朝はこれを見て、大いに驚いた。風とももりは、 とかを考えていたが、僕へは、我が軍は、遠方より来たので、形勢は、敵軍が有利であり、勝つには即戦にすべきです、と進言した。風とものりは軍を整え、とかの機会を伺った。達しさと朝は精鋭軍をとかさせた。これに対し、僕へに数十人を引きさせ、密かに下流からとかさせた。その後、金庫を鳴らせ、木に騎士を上げさせた。 達しさと朝はこれを見て、軍を急いで退却させた。敵軍が急な退却命令に混乱していた時、とかに成功した、牧へが攻めかかった。達しさと朝の全軍を破り、敵軍は、数理、陣営を退いた。風とものりは勝ちに乗じて、軍を進めた。戦いは、数度行われ、史跡は、雨のように降り、時の声は天地を動かすかのようであった。 僕へいが、敵兵で敵軍の中央を破り、勝利を収めた。達しさと浅を捉え、死体は十里余りに横たわり、捕虜に万を得た。風とものりは捕虜を、元の職に戻させ、蛮族たちはこれを喜んだ。極安氏を攻略し、兵を止めて守らせた。アクアマリン、僕へいを雲南に向かわせ、自身は、数万の兵を率いてカラス山に向かい、 各武氏らの支援を行った。北英からの援軍と合流し、栄安氏を通過して、各岳らの軍が、元の右上の字、占いの軍と対峙している間に、カラスさんを直接突いた。これを知った字、占いの軍は敗走した。字、占いが万族を集めて、再び攻めてきた。風とものりは陣を張って、これを待ち受けた。諸将は出戦をこうたが、 風とものりは許さなかった。しかし、兵士らが戦いをこうたため、風とものりは、華麗で、我が軍は敵地深く入っており、進むことはできても退くことは難しい。敵軍は、逃れても、またやってくるが、心はバラバラで、必ず破れるだろう。しかし、相手が、妖怪に寄ってしまえば、簡単に勝つことはできないと戒めた上で出撃した。 ボーブのドシューラが軍勢を率いて、ジッラ内の軍に加勢した。数十の戦いを経て、ジッラ内の軍は大敗し、残首三千、エウマ六百の被害を出して、ジッラ内は残った兵と敗走した。カラスさんを攻略し、七世遺跡を得てひつぶしを通過した。溶かして、東川、カラスも、ボーブの蛮族を降伏させた。アクアマリン、僕へは、 雲南で元軍を破り、元の領王は敗走後、自害した。後部15年3月、元の異順王のこの白白及び領王の関係者318人を王天府へ送った。同時に、雲南は、元の首来の時代から現在まで100年余りが経過しています。その間、戦火によって戸籍も存在しない状況にあります。まず兵士を確保し、 要害を守らせる方法を考えなければなりません。不勢について、元の死と、兵将の達さとあさらが、この土地の田畑の多くを豪族たちが占めていると申していました。元の古い制度では、資金が不足してしまいます。ぬの政治や諸営書を監督させて、軍の食料を確保させています。今年の徴収は、不足の恐れがあるので、 官易や寺が持つ田畑を土着の地方官によって、教室させ、塩商売にも、税を貸し、兵士にとんでんを行わせ、軍師にしたいと考えていますと上層した。しばらくして、雲南寺岡市を置いて、軍備を賄わせた。4月、東川、カラスモ防ボの蛮族が背いた。牧へと共に、これを討伐した。7月、牧へと共にカラス山に進んだ。 万族との交想で、勇サ撃して破り、七世遺跡から筆つぶしを通過した。溶かして、東川、カラスモウ、ボーの万族を降伏させた。三万葉を残守し、牛馬十万葉を捕らえた。これにより、水彩諸部の万族はすべて降った。後部十六年二月、元の雲南宇城の観音保、三成の車座と不花、男与ら百六十人らを、王天府へ送った。 各縁を従えて、孟家府、東川州を攻略し、仏甲祭を破り、金祭を通過して、北マサル府を攻略し、平将の構成を捉えた。霊甲府を攻略した。これらの戦いで、残首一万三千余、捕虜二千余、成功数万、軍戦数万、降伏者十万余の戦果を挙げた。後部十七年三月、命により、アクアマリンと共に、 進む南軍を引いて、大天府へ帰還した。雲南の風習を尊重し、租税を定め、学校を起こし、戦死者の遺骨を埋め、広く、とんでんを行った。これにより、雲南は平定された。4月、雲南西伐の功により、英国公に封ぜられ、食禄三千国を賜った。工部十八年八月、氷マサアクアマリンと共に、北平の守りに就いた。 後部19年2月、後兵文を従えて、雲南、極、安氏の蛮族を打った。後部20年1月、左副将軍として、兵を勝るに従い、長地討伐に参加した。長伊佐を従えて、6月に、長地を金山で破った。後部21年6月、東川の蛮族が背き、進む南将軍として、進む南左副将軍の僕営。 進む南右副将軍の、鎮貫を率いて、これを平定した。九月、越州で、足が背き、牧縁と共に、翌年一月、広瀬やでこれを破った。後部二十二年三月、諸将を率いて、四川、古行に分遁し、西南の蛮族を防いだ。七月、王天府に帰還した。後部二十三年一月、長伊佐夫、総教、王筆。 孫津と村と北平に赴き、軍馬の訓練を行った。新王主、横木、円王、主体に従い、進むトリコ前将軍として、砂漠遠征に向かい、野じ不花を捕らえた。海兵の守りにつき、再び、姉貨を攻めた。後部二十四年一月、進むトリコ将軍として、王室と、閣営を副将として、北平を守った。四月、再び円王、 主体に従い、各武氏らと共に後派車利を撃ち、元の領を追った。先行しすぎたため、軍を戻せとの命令を受けた。しかし、敵の不備をつき、密かに、黒ミネといたり、敵軍を大破してから帰還した。三世、先世総連兵、とんを行った。大使大使を加えられ、故郷へ戻った。後部二十五年、懐園の田畑が欲しいとこうた。 主元章は、十分な六を与えているにもかかわらず、民の利益を犯そうというのかと不快に思った。8月、兵馬猿と共に、三世へ向かい、また、大道、東章で屯田を行い、十六栄を設立した。12月に、東宮司法官を兼務した。兵馬猿と共に、三世、河南で連邦を行った。神武26年2月、王天府に召喚された。 3月、兵勝サルと共に、三世、北平の守りについた。後部27年11月、罪を得て、玉物死を命じられて亡くなった。2年前に、皇太子の首相が亡くなり、首上が皇太孫になると、その将来に不安を抱いた、主元象は、風とものりのような実力者を危険視していた。粛清の明確な理由は不明である。ありがとうございます。